はい、どうも皆さんこんばんは、サイテーマンです。今日もね、バイオハザード RE2 やっていきたいと思います。ここにね、地下施設に到着したんですけども、クリア編で使わなかったこの下水道の鍵ですね、これをちょっと使って回りたいなと思います。クリア編で使わなかったので何があるのかわからないんですけども、作業員休憩室とここですね、流水室、これをちょっと順番に回っていこうかなと思います。まあ多分ね、クリア編で行かなくてもクリアできたので、弾薬等があるのかなと思うんですけど、レオン君の方はね、ちょっと弾薬が不安なので、結構ありがたいんですよね。あー、ガンパウダーか。強化火薬が欲しいんだけどな。ぶっちゃけ今、ガンパウダーはそんなには欲してない。強化火薬が欲しい。ハンドガンか。大型銃ね。で、ほう、なるほどな。作業員休憩室、もうここは何もないか。はい、じゃあ先にこっちから行きます。後で流水室の方もね、ちょっと見に行きましょう。流水室はね、なんかそのストーリーに関係がありそうなんですな、名前がついてるんですけどね、多分クリア編で行かなかったので、クリアには関係ない場所なのかなと思いますね。ここが？あ、警察署か。あ、警察署の地下施設に繋がってるのか。ですね。なるほど。警察署の、との行き来ができるようになるっていうことか。あ、じゃあここから、フィルム使いに行けっていうことなんですね。フィルムが入手できたのに、警察署に戻れないみたいな状態になってたんですけど、じゃあ一応、行きますか。フィルム現像しに行きます。何のリスクかわかんないですけど、フィルムちょっと気になるので、現像しに戻りたいと思います。その後、流水室行きましょう。こっちか。これ、タイラントとか、最悪まだいますよね。ゾンビとか。俺、結構倒さずに、残してきてるから、最悪いるんだよな。っていうか多分いますよね。タイラントはわかんないですけど、リッカーとかは残っていてもおかしくないですよ。あー。いや、俺ここもう戻ってこないと思って、敵倒してないんですよね。フィルムのところに行くってことはここだ。暗室。ここでもリッカーがいるので、こっちが、からが近いんですけど、リッカーがいるので、上から回り込むか。上から、はしご。いや、この暗室が、どこから行くかなんだよな。暗室だから、ここの階段だから、シャワー室。ラウンジから回るのか。ラウンジからじゃあ回っていきますか。確実に。うん。リッカーは、あえて、通らずに行きます。でタイラントが出なければ敵はもういない方面になるので、うん、ここは安全を期しても、ちょっと遠回りしてでもね、安全を期していきましょう。向こう方面間違いなくリッカーがいるので、うん、こっちから行きます。まあ、ゾンビ一応声聞こえますけど、まあ、タイラントさえ出なければ問題ない。うん、こっちから行きましょう。とりあえずじゃあまあまあ向かっていきます。はい、到着しました。で、念願のね、フィルムを使いましょう。フィルム、フィルム。まあ、ちょっと俺も気になってはいたので、このフィルムが。これか。よし。まあ、何があるのか。もう結構なリスクを犯してきているので。はい。隠し場所。何これ。なんだこれ。何の隠し場所これ。所長室的なことなのかな。いや、これなんかの隠し場所ですね。なんだここ。あー、なんかマイクあって、ビデオレターみたいなあって、ここ。いやー、ちょっと何箇所かね、思い当たるところがあるんですけど、考えられるのが、全く使わなかった場所あったじゃないですか。アイテムしかないみたいなこと言ってた場所。そこかな。
コレクションルームに行けないのはわかるんですけど、美術室じゃない。まあ、とりあえず、ありそうなところ手当たり次第回っていきたいと思います。ここも怪しいが。うん、ちょっと手当たり次第ありそうなところ回っていきたいと思います。はい、ありました。写真と全く同じ場所ですね。でもここ俺一回来たんだけどな。なんかないか調べましたよね、ここ。木箱。俺一回ここ来て調べれるかどうか試したんですけど。フィルム。シングルーキー。これも後でじゃあ現像してみましょう。多分次のなんか隠しアイテムみたいなことのヒントが書かれてるのかなと思います。木箱。なんでしょうか。ダットサイト。ライトニングホーク専用の強化パーツ。素早い標準が可能になる。マグナムの、あれですね。強化パーツですね。じゃあ、あとは、このフィルムを現像しに行くのと、あともう一つ。この下のやつ。これもね、見た覚えがあるんすよ。一個全く関係なかったとこあったじゃないですか。ここ何にもないのかって言った場所。ここ、プレスルーム。ここ行っても特に何もなかったので、多分、ここの一角だと思うんですよね。この、ラジカセみたいなやつ。と、あとなんかマイクみたいになるじゃないですか。演説する用の。あそこだと思うので、ちょっと向かっていきましょう。あと、フィルムをね、現像して、次のお宝も、ちょっとゲットしに行きたいと思います。はい。先にフィルムの方だけ現像しておきましょう。一番痛いのがね、ここ通れないのが痛いですよね。リッカーがいるので。なので、遠回りになっちゃうんですよね。だから先にフィルムの方現像しておきます。ほう。あ、なるほど。こういうことか。これはね、レベッカですね。バイオハザードのオリジナル版でもあるんすよ。隠し要素で。レベッカのなんか、もうちょっとなんか、こんなに可愛くないんですけど、ウェスカーの机を確か、何十回か調べれば、入手できるみたいなフィルムがあるんですけど。これウェスカーの私物です。このフィルムは。はい。なるほど。ここで出してくんのか。確かにバイオ2にもね、あるんすよ。こういう隠し要素みたいな。それをちょっと使ってきたのかなと思います。ちょっとライトニングホークだけ強化しておきましょう。あとはもう一個の写真のとこですね。そこにもちょっと向かいます。はい、と。これで、ブレがなくなるってことかな。まあでも、まあそれなりのリスクを犯す価値はあったかなと思います。まああの写真はいらなかったですけど、レベッカの写真はね、いらなかったですけども、他にもなんか強化パーツとかも手に入っているので、まあそれなりのリスクを犯す価値はあったかなと思います。そう言い聞かせていきましょう。まあ、なるほどな。なんかフィルムのあのネタ使ってこないのかなと思ってたんですけど、ここで使ってきたのか。そういえば俺が調べた、さっき調べた隠し要素の机、あれ、ウェスカーの机ですわ。よくよく考えたら。ウェスカーってなんかレベッカをなんか狙ってたみたいな説があって、こことかあんまり通りたくないんですよね、ぶっちゃけ。説があって、そういうことなんですよね。タイランとか出ないのが幸いなんで、まあとりあえず1階から、ここですね。あとこれも、俺なんか持ってなかったっけ？これは違うよね。持ってなかったっけな、あれ。金庫の。あー、ないか。うん、開けれそうにないですね。うん。とりあえず、ここはわからないんですけど、プレイルームの方に先に行ってみたいと思います。多分ここだと、プレイルームで合ってると思います。はい。プレスルームじゃなくて、プレイルームです。プレイルームじゃなくて、プレスルームでしたね。到着しました。ほら、あのマイクとか、ぽくないっすか？ちょっとゾンビに気づかれないうちに、ささっと済ませましょう。これだ。はい。燃料400。何？弾薬？火炎放射器用の燃料。火炎放射器？はい。なんかトロフィー獲得しましたが、火炎放射がまずないんですよね。
まあとりあえずいいや、行きましょう。火炎放射っていうのが多分手に入るんだと思います、今後。植物人間とか出てきてたりとかしたじゃないですか。だからああいうのを燃やす用で手に入るのかな。クリア編だと火炎弾だったじゃないですか。でレオン君は炎系の武器がないので、多分火炎放射器なるものが今後手に入ってくるのかなと思いますね。ということで、じゃあ戻りましょうか。まあそれなりのリスクを犯す価値があったのかなと思いますよ。まあマグナムのブレにくくなるやつと、あとこの火炎放射器で、まあついでにレベッカのね、まあ貴重ななんかグラビア写真みたいな手に入れましたし、これ確かいるんですよ。行きましょう。もう一個の流水室ですね。こっちにもちょっと向かいます。クリア編ってこういうのやってなかったから、多分弾薬とか足りなくなってたんでしょうね。下水道関係のイベントをこなしてなかったから。だから俺多分クリア編で弾薬回復ギリギリになってたんじゃないかなと思います。俺そんな食らった記憶もないですからね、クリア編で。初見にしては結構ダメージ減らしていた感覚だったので、それでもちょっとギリギリだったじゃないですか。だから、こういうのを取り逃してたんでしょうね。だから足りなくなってたんじゃないかなと思います。とりあえずじゃあ流水室の方まで向かいましょう。これ流水室に向かうのもね、結構至難の技なんですよ。G の赤ちゃんみたいなやついるじゃないですか。化け物。あいつがいるので、結構これ際どいんですよ。これ行くの。こことりあえず出て、ルークプラグはめて、その奥ですね。この奥です。警察署に繋がってたんですね。まさかの。多分この奥。マップ的にはね、この、奥ですね。よしよしよし、行くぜ。ここも多分弾薬関係かなと思います。これ、レオンはどういう感覚なんでしょうね。自分の上司の写真、机から出てきて、自分の上司のグラビア写真を拝まさせられるっていう。ガンパウダーと強化火薬か。だけかな。だけですね。まあまあ、でかいよ。強化火薬がでかいのと、あとガンパウダー大。これも結構大きいかなと思います。ただ、ショットガンは作らないので、ガンパウダーは必要ないですね。ショットガンの弾は俺はもう作る。まあ余ったら作ろうかなと思ってますけど、そんなに必要ないんですよね、今現状として。よし、フラグ回収し、次に向かうところなんですけども、まあここからが本編になるんですけれども、どっち行くか。まあとりあえずモニター室まで戻りますかね。とりあえずモニター室まで戻ろう。まあこの辺は別にいいんですけど、下水道関係がきついんですよ。G の赤ちゃんがいるので、下水道関係がめちゃくちゃきついんですね。ほら、こういう、この辺り、ほら、いるじゃないですか。どうすんだよ、これ。倒してられないですからね、こんなの。次に向かうところが、とりあえずこっち方面戻って、モニター室まで、とりあえず帰りますか、この処理プールあたりまで。ほら、もうこれ降りたらいますよね。いないか。行きますか、勢いで。どこ行った、あいつ。モンスターどこ行った。絶対いるが。いないに。もういるよね。いますわな、そりゃな。赤ちゃん吐いたら横をすり抜けます。チャンス。これが安全な方法かなと思いますね。奥にもいるのか。奥にもいるんですが、こっち方面に行って、コントロール室ってなんだ?あ、コントロール室に帰るだけなので、こっちから戻ろう。別にリスクを犯す必要はない。極力あそこは通りたくないですね。で、次行くのがこっちです。
アイテムボックスにも余裕あるんで、もうまとめていってしまいましょう。こっちです。こっちもまたね、ちょっと地獄なんすよね。地獄なんすよ、こっちも。クレア編で発狂してたパートの回ですね、こっちは。でもまあ、幼虫吐かせて横すり抜けるっていう方法でいきましょう。ほら、もう出てくるわな。まあ、これは問題ない。すり抜ける。何が起きたんだ？要はこの下ですわ。武器とかなんか落ちてないか。落ちてないか。武器の取り逃しっていうのが一番痛いので、モンスターいるでしょ、この奥。慎重に行きましょう。いるな。別に一回召喚させてから幼虫吐かせてっていう方法が無難かなと思いますが、これ横すり抜けられるかな？すり抜けるか？いけるか？いけるか？いけないか？いけないで行く。もうしょうがないね。使いましょう。よいしょ。もう倒します。どうせなんで。今の当たんのか。何食らった今。何食らった。後ろにもいんのか。確かに。確かにいんのか。ショットガンの弾が足りなくなる恐れがあるので、幼虫吐かせて横すり抜けましょう。もしくはまあまあ攻撃打ってくれたんで横行きます。一匹倒せば十分でしょう。一匹やれば十分でしょう。こっち多分弾薬がないのか、あるのか。クリア編ではあったので、ここ後ろ背後取られる前にすり抜けます。 OK。 でここ右から出てくるので、こいつも無視。ゾンビいんのか。なんでゾンビいんだよ。ちょっと待って、ちょっと待って。回復しよう、回復しよう。レンジャーでしょ。いいんじゃない。くそだ。なんでゾンビいんだよ、ここ。ゾンビ出るタイミングじゃないじゃん。ゾンビさえいなければ、こんな大ダメージを負うこともなかったんですけど。ここはクリア編できたところと同じとこですね。で、ここが確か、クイーンプラグやら何やらのところだったと記憶してます。ゾンビ倒してる余裕はなかったしね、今のは。はっきり言って、ゾンビ倒してる余裕もなかったし、しょうがないダメージだったかなと思いますよ、今のは。全部倒していかないんであればね。もうあそこ通らないので、弾薬も、でも一匹倒したのは正解だったかなと思うんですけどね。ここの謎解きは多分同じだと思います。表編でやったやつと。キングプラグか。いや、クイーンかな。クイーンがあって、オッケーオッケー。同じかな。これクイーンでしょ、多分。多分クイーンプラグです。クイーンですね。で、ここにクイーンを刺して、OK。で、ゾンビが確かこれ降ってくるんでしょ？知ってるぜ。知ってるぜ。知ってるぜ。さっさとしようぜ。降ってくるんですね。暗い。よし。まだ生きてるので。OK。で、ここが確かキングプラグだっけ？キングプラグがいるんですね。クレア編の時よりは弾薬が結構潤沢になってるかなと思いますね。さっきの下水道の鍵を使ったことによって、まだマシになってるんじゃないかなと思います。キング入手し、戻り、まだいる？うわ、ああ、横にいるっていう。びっくりした。これ結構やばいっすね。
射撃ミスったらやられてましたわ今の。おいおい、 OK です。一発でもミスったらやられてましたね今のは。結構危ない距離だったかなと思います。クイーンか、クイーンでキング手に入れたからここが使えるんですね。あ、ここにあんのかな火炎放射。なるほどな、ここに火炎放射器のあれがあるんですわ。そうですね多分、うん。でこれでさっき入手した火炎放射器のあれが使えますね。弾薬400発みたいなやつ。よし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 、結構充実してきましたよ。でこれ入手して閉まるから、これも回収ですね。でだ、ここで使っちゃうと、いや、ここで使っていいのか。ちょっと待ってね。ここで使って、開いて、これだとクイーンプラグを持って帰れないんですかね。クイーンプラグ持って帰れないよね、これだと。どうすんだっけな。あ、持って帰れるか。これとりあえず入手して。で、ここ使っちゃったらダメなんですよね。どうすんだっけな。どうすんだっけな。これ回収し、閉まる。そうですね、これで帰れますね。うん、OKOK。これでクイーンとキング両方手に入れました。プラグ全部揃ったかなと思いますね。うん、これでプラグが全部揃いましたね。ってことで、さっき通った地獄の場所を戻ると。戻れと。ゾンビがいるのが厄介なんだよな。ゾンビいなければね、あの奥のやつだけなんですけど。戻ってくる？もしかして。戻ってこないんだったら問題ないんですが。いや、これ、挟み撃ち食らうから、倒すしかないわ。やめろ。そうか。登ってくるのかい。登ってくるんだったら話別ですよ。無視するだけなんで。うん、無視します。全無視。うわー、早く撃ってこい。早く撃ってこい。ゾンビが来る。早く。赤ちゃん撃て、赤ちゃん撃て。くそ。横すぎに行けよ。くそが。まあでもダメージ最小限に減らせたでしょ。あれ、多分かすり傷だったんだと思います。はしごのところか。多分かすり傷だったんだと思います。何この移動方法。めちゃくちゃだろ。今の何？今のめちゃくちゃでしょ。ああ、もうこれ毒浴びんのかな。そうか。やってくれるぜ。で、毒浴びてるんで、高速で移動できないんですが、すぐに吸い抜けていきます。OK。で、ブルーハーブを単品で使いましょう。これ調合しなかった理由がこれにあります。コーションなのに、調合ハーブ使いたくなかったんですよ。だからブルーハーブと僕は調合しないようにしてますね。はぁ、ここもうほんと地獄だわ。多分俺、バイオハザードの、まあ、タイラントとか絡んできてた時はもっと難しいエリアあったかもしれないですけど、ここ、うわ、もう、なんで生き返ってんの？レンジャーでしょ？もうこれ回復するしかない。たださっき下で回復してた時よりは、ここで初めて使えたじゃないですか、あの回復を。だから一発分得なんですね。
ッケー。ここを通る必要ないのかな、もう。もしかしたら。通る必要なかったから、倒す必要なかったかもしんないですね。もしかすると。そう、これガンパウダーでまた弾薬作らないと、弾が足りなくなってくるかもしれないです。プラグでもこれで、全部回収できたでしょ。はいはい。まだもうちょっと取れそうですね。はあ、もうこの施設が、まあでもこの先行っても植物人間とか出てくるもんね。まあでも火炎放射器の弾潤沢にあるから、その辺はまだ楽かなって思ってますけど。うん、ショットガンの威力も多少上がってきてくれてるし。うん、これも、最悪、これガンパウダーで組み合わせた方がいいかもしれない。弾薬作った方がいいかもしれないですね。ハンドガンの弾、作った方がいいかもしれない。ショットガンの弾作らないもんね。でもうこのまま放置したとして。どうしようかな。まあ、際どいんですけど。まあまあいいや、これで。プラグですね。ここはクリア編で、一緒にできなかったというか、まあ、ほとんどカットしちゃったかなと思うので、ここはちょっと一緒にやっていこうかなと思います。ここに書いてあるのがね、ポーンって書いてあるじゃないですか。ここポーンなんですよ。だから、この、ここはもう簡単なんですね。右にポーンって書いてあるので。で、要は難しいのが、こういう、破れてるところ。何を置いたらいいのかわからないところっていうのが難しいんですよ。ルークはナイトの隣でクイーンと向かい合い。だから、とりあえず分かってるところを順番に置いていきましょう。で、ナイトがここにいるので、で、ナイトと向かい合いって言ってる、ルークはナイトの隣って書いてあるんですね。ってことは、もうほぼ確でここがルークになるんですよ。まあ、ナイトの位置は変えれないので、ここがルークになるんですね。で、ルークはナイトの隣でクイーンと向かい合いなので、ここがクイーン確定です。で、あと二つなんですけど、クイーン、キングはクイーンと隣接しない。ってことは、ここはキングではないんですね。ってなると、キングの場所はもうここしかなくなっちゃうんですよ。で、反対側にビショップですね。これで OK かなと思います。違うんかい。違うんかい。はい、わかりました。すいません、ちょっとね、間違ってました。向かい合わないでしたね。ルークはナイトの隣でクイーンと向かい合わない。上に、ケースのマークが間違ってる。ナイトはあそこじゃないよって書いてあるんで、ここナイトじゃなかったんですよ。で、ナイトの、キングはナイトと正面で最も端だって書いてあるんですね。で、こっちの端がポーンが埋めてしまっているので、こっちの端しかないんですよ。でも、ナイトはここじゃないので、で、ナイトはここなんですね、じゃあ。で、ナイトの正面が、キングなんですよ。だからここなんですね。で、ルークはナイトの隣なんですよ。だからナイトここなんで、ルークここなんです。ですね。で、クイーンと向かい合わないって書いてあるんですね、ルークは。なので、クイーンはここなんですよ。で、そうなってくると、ポーンがここで埋まるので、これで OK かなと。ちょっとね、表辺より難しくなってましたね。はい、行けました。で、この奥にエイダがいるのかなと思います。はい、まだ取れるかな。あともう少し。まあ、一旦切るか。ああ、まあでもどうしようかな。エイダ救出しますかね。ああ、ちょっと際どいな。どうしようかな。まあ、エイダ救出します。このパート内でね。いや、一旦この辺で終わりますわ。すいません、ちょっと。はい、一旦この辺で切ります。ちょっと最近パートが長くなっているので、で、すぐにアップできるかなと思いますので、また次回もよろしくお願いします。サイテーマンでした。ありがとうございました。